猪俣芽衣です。今日は YouTube の動画1本目ということで毎日メイクを紹介してみました。まあ軽くちょっと毎日メイクに行く前に自己紹介をさせていただくと、私の名前は猪俣芽衣と申します。現在23歳で青森県出身、1998年7月1日生まれの蟹座です。あと血液型 A 型です。あと身長は 166.7cm とかそこら辺です。普段はまあモデルもやりつつ、本業はモデルの方で、まあ、副業というかとしてラクスターの方で美容部員をやっております。なのでこれからは美容部員としての知識とかもお伝えしつつ、まあ私個人のキャラクターとか私個人のこの存在を私個人の存在を知っていただけると嬉しいかなと思いますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。じゃあやっていきたいと思います。じゃあまず最初にアルブラン UV エマルジョンの3番で、これは日中用乳液なので、化粧水の後にこれ1本で乳液、化粧下地、日焼け止めの役割をしてくれるものになります。これを振ってから使います。これは結構サラサラ系で、今半眼塗ってみたんですけど、こうわかるかな、画面でわかりづらいかもしれないんですけど、こっちの方が気持ちトーンがアップしてるのと、毛穴とかも、まあ、塗ってない方よりは綺麗にフォーカスしてくれてるなっていう感じがあります。でサラサラなんだけどかさつく感じとかはなくて、自然なツヤも出てくれます。でこれリニューアル品なんですけど、2月の頭にリニューアルしたのかな。で、もともとリニューアル前の方も使ったことはあったんですけど、リニューアル前のタイプに感じてた、よくある、こう、昔の日焼け止めの感じ？なんて言うんだろう、油膜感っていうか、こう、油が、シャバシャバ系なんだけど、油がちょっと浮いてる感じっていうのが、リニューアル後の方がだいぶ軽減されていて、そこもすごいいいなぁと思って、リニューアル後の方が私は断然好きです。でリニューアル前の方にも採用されてたんですけど、板状粉体っていう球体の粉体じゃなくて、板状の板状の粉体が中に使われてるので、まあこれミラノコレクションとかにも採用されてる粉体なんですけど、板状粉体っていう、剥がれにくくて綺麗に均一に仕上がるので、これはすごいおすすめです。まあちょっとね、お値段がお高いんですけど、美白の成分であるカモミラ ET とか入ってて、美容液の役割もしてくれるような化粧下地なので、朝ちゃちゃっと済ませたいっていう人、あとはウォータープルーフなので、そこもすごいおすすめなので、皮脂テカリが気になりやすい人にすごいおすすめです。ファンデーションはコスメデコルテザスキンリキッドファンデーションローで、私は300番一番明るい色を使っています。こちらも軽いシャバシャバ系のタイプなので、振ってから使います。このファンデーションに関しては、とにかくつけ心地が軽いっていうのと、カバー力はそこまでないタイプになります。お。で、あとは、今私がちょっと、暖房とかにやられちゃって、乾燥肌になってるっていうのもあるんですけど、ちょっと乾燥しやすいかなっていう感じはあります。なので、スキンケアをしっかりしてあげるとか、保湿系の化粧下地を使ってあげるといいのかなと思います。今日ね、私ここにちょっとニキビができたんですけど、ほら全然隠れない全然隠れないぐらいのカバー力なので、
カバー力よりも軽さとかを求めている方にはすごいおすすめだと思います。コスメデコルテ A 級ミリオリティフェイスパウダー N です。外側から見てわかるようにちょっと薄ピンク色のタイプになってます。これはまあめちゃめちゃ高いんですよ。これ一回なんて言うんだろう、こうめちゃめちゃ高いお粉を使ってみようかなって思って、まあ私その美容部員をしていて、こう自分で販売する範囲のブランドのものはまあある程度使ったことあるんですけど、一回ちょっと高いやつを使ってみてそれと比べてどうだったかとかお客様にお伝えできたらいいかなって思って買ってみたんですけど、これはねすごいです。最初は何がめちゃめちゃいいのかがよくわかんないなーみたいなお粉一緒じゃないみたいな、あんまりカバー力とかも、まあ、ミラノコレクションよりはカバー力ないしなーみたいな感じだったんですけど、使っていくうちになんかこう無意識にこれを手に取るようになってったっていう感じです。すごい崩れに強いかって言われるとそうでもないし、しっとりするかと言われるとそうでもないんですけど、お肌に馴染みつつもちゃんとお肌のアラをフォーカスしてお人形さんのような肌にしてくれて、粉浮きもしないんで無意識に手に取ってしまうっていう、総じて無意識に手に取っちゃうっていうのがいいところですね。はい、こんな感じです。あれですね、半眼だけ先につけてみればよかったですね。ちょっと失敗しました。そうしましたらちょっと唇がカッサカサなので保湿していきたいと思います。私がいつも使ってるのはアルージェのトータルモイストベールリップエッセンスです。これはあのアルージェっていう、結構どうだろうね、 CM とかたまにやってるんですけど、あの善薬工業さんっていうジキニーファーストとかの風邪薬のメーカーさんが敏感肌用に作ったブランド、アルージェっていうブランドなんですけど、そこから出ているリップ美容液で、これの中にね、あの保湿の最高峰であるリピジュアっていう成分が入ってるので、今まで使ったリップの中で一番いいリップ美容液です。で、まあ、こういうチューブタイプをピュッて出てくるタイプなので、まあ、グロスとしても使えるかなって思います。まあ、これでちょっと保湿して、保湿しつつちょっと眉毛を描いていきたいと思います。今ちょっと髪色が明るいので、ちょダイソーで買ったこのオートアイブロウ OPOK2 ですね。多分これライトブラウンとかそこら辺の色味だったと思うんですけど、これを使って眉毛を描いていきたいと思います。特にこのアイブロウペンシルに関しては今のところこだわりとかなく使ってるんですけど、夏とか汗すごいかいて絶対によれたくないっていう人は、ちょっとここに出しておくんですけど、アリーのアイブロウペンシルと、まあ、これはリキッドタイプなんですけど、プリオールの美眉ペン、これがすごいおすすめです。ちょっと髪色と今合わないので、これ今持ってるのグレーブラウンっていうちょっと色味なのでちょっと使わないんですけど、まあ、よく内側だけ落ちやすいとかいう方は、内側をこのペンシルとかあとパウダーとかで埋める前にこのプリオールの美眉ペンを使ってあげると、夏とかは本当に落ちづらいのですごいおすすめです。そうしましたら次に、私がアイブロウメイクの中で一番これだけは本当におすすめっていうのが、こちらのラカのワイルドブロウシェイパーです。こ
これは毛流れを立たせるために使ってるんですけど、これを使い始めてから本当によくアイブロウメイクを褒められるようになりました。これは本当に夕方まで落ちないのでおすすめです。次にアイメイクに入っていきたいと思います。 MAC プレッププライム24アワーエクステンドアイベースっていうアイシャドウ下地を塗っていきます。これは私今までドラッグストアに売ってるアイシャドウ下地いろいろ使ってきたんですけど、やっぱりこれには勝てないですね。落ちづらさがダントツで落ちない。もう本当にピタッと密着するので全然二重幅にたまらないし、発色もすごい良くなるので、やっぱこれに勝てるものはちょっと今のところ見当たらないっていう感じですね。逆に言うと、そうやってピタッて密着して動かないので、メイク初心者さんとかにはちょっと難しいかもしれないです。ブレンディングとかがちょっとしづらいイメージがあります。あとは目元の乾燥とかにはあんまり向いてないかも。ちょっと油分が足りないのかな、多分普通のアイシャドウ下地より。だったらエクセルのアイシャドウ下地とかは油分がすごい、まあ私個人的には多めに入ってるなっていう感じがするので、目元の乾燥が気になるとか粉吹きしやすいっていう方はエクセルの方がいいかな。ただあんまりなんかヨレに強いわけではないと思います。アイシャドウなんですけど、定番のもので、あんまりいいって思うものが正直ちょっとなくって、今私がよく使ってるのはこれちょっと限定品なんですけど、こちらの NARS クライマックスアイシャドウパレットです。去年の夏とかに出たパレットなんですけど、これが本当に使いやすくて、ちょっと似たようなあのお手持ちの色があったらそれをちょっと使って真似していただけたらなと思うんですけど、まずベースとノーズシャドウをちょっとつなげて塗って彫りを深く見せるっていう意味で、こちらのもうベージュの色ですね、これを塗っていきます。アイホールっていうこの骨、眉骨の下らへん、へこんでる部分までと、涙袋全体と、ノーズシャドウに同じ色をのせていきます。で、その時にちょっとここの眉毛の下のラインをぼかしつつ、こうつなげていきます。こんな感じです。今こっちが何も塗ってない方で、こっちがベースカラーをのせて彫りを深くした方です。やっぱこうやって見るとちょっと違いがわかるかなと思います。これやるのとやらないのとだと、やっぱなんて言うんだろう、こっちの状態に色味をのせるのと、こっちの状、これこの感じにしてから色味をのせるのとでは、やっぱり土台というか、なんかこう、素の美人さが変わってくるかなと思うので、もしお手持ちにこういう色のベースカラーを、があれば、ちょっとやってみていただきたいです。それか、シェーディングでやってみてもいいかもしれないです。こちらの隣のカラーですね。これは、まあ一見ピンクに見えるんですけど、結構なんて言うんだろう、ピンクブラウンみたいな色味なので、これを二重幅に塗っていきます。で、奥二重の方は、目を開いた時にちょっと色味が見えるぐらいまで、のせていきます。この色をこの目尻の3分の1くらいまで入れていきます。こうくの字になるようにですね、入れていきます。インスタグラムの方の
ベストコスメ紹介で出したアイシャドウなんですけど、これは定番のものになります。こちらのキャンディーボックス2カラーシャドウ Z01 番です。こんな感じのパッケージになってまして、中がこんな感じの、ちょっと使い古してる感じがすごいんですけど、こっちがピンク地に青ラメで、こっちがもう無色のベースに黄緑色のラメが入ってるっていう感じの2色のアイシャドウになるんですけど、今日みたいにベースをしっかり作ってから上にトッピングするようにのせていきます。今日はね、どっちも似合う気がするんですけど、こっちのカラーをちょっと使っていきたいと思います。指に出すと、あ、わかりやすいですね。こんな感じの、黄緑のラメが入ってるんですけど、これを中央に、こんな感じです。わかりますかね。すごい、これはもう一目惚れして買いましたね。多分東急ハンズに今行ってもあると思うんですけど、公式のインスタグラムもあるので、それもちょっと見てみたらいいかなと思います。取扱店舗とかもしかしたら載ってるかもしれないので。かわいい、かわいいですね。この真ん中、下まぶたのこの真ん中のところにもちょこっと乗せます。最近私は涙袋の線を描くのにハマってまして、こちらのキャンメイク3ベイスリムアイルージュライナー01番を使っていきます。私さっきファンデーション結構薄付きで仕上げたと思うんですけど、クマとか結構隠さない方なので、涙袋ライナーを茶色使っちゃうとクマとつながっちゃって、クマすごい人みたいになっちゃうので、あえてこのちょっとピンクっぽいルージュライナーを使っています。こんな感じでしっかりめに描いたら、これをちょっとぼかして、ビューラーはあんまり私ビューラーをいろいろ使ったことがないので、これがすごいおすすめっていうわけではないんですけど、今使ってるのは資生堂のビューラーです。マスカラはこちらキャンメイクのクイックラッシュカーラーのブラックを使っていきます。私結構マスカラはバチバチにするのが好みなので、これでまずしっかりカールキープをしてからボリュームを出していきます。この段階でもいいかなと思うんですけど、時間がある時とか目力をバチッとさせたい時は、ケイトラッシュフォーマーウォータープルーフ BK の1番のボリュームタイプ、これを使っていきます。ケイトだけだと逆にボリュームがすごいつくので、カールがねやっぱ落ちてきちゃうんですよね。で、落ちてきちゃうと、その分、下まぶたにも、擦れやすくなっちゃって、パンダ目になっちゃったりするので、まず、キャンメイクのクイックラッシュカラーで、しっかりまつげをバチッと上げてから、これを使います。今のところ、ボリュームで言ったら、これが暫定1位ですね。ヘレナとかも、使ってみたんですけど、こっちの方が、ボリュームがすごいつきます。で、これを塗るときは根元からつけるっていうよりかは毛先だけにつけるっていうイメージです。まつげの半分ぐらいから先端に向かって、半分から先端、半分から先端みたいな感じで塗っていきます。根元からつけるとちょっとダマになりやすいというか、毛と毛がくっつきやすいので、ちょっとこう、なんて言うんだろう、ひじきまつげっぽくなっちゃうので、基本的には毛の半分から先端に向かって
塗っていくとすごい伸びるし、毛一本一本が太く濃くなるのでおすすめです。アイライナーはいろいろ持ってるんですけど、このヒロインメイクのスムースリキッドアイライナースーパーキープ02番茶色ですね。マスカラを黒にしてアイライナーを茶色にするっていうのが、まあ私のあのアイメイクの特徴というかなんだろうねわかんないけど引くときは全部に引くのではなくて、まっすぐ見たときに黒目の外側から引いていきます。イメージとしてはまつげのこう生えてって一番外側のまつげみたいなイメージですね。リップを塗っていきたいと思います。今日は濃いピンクのネイルをしているので、リップもそれに合わせてこちらのザラのアルティマットマットリキッドリップスティック UM113 番を使っていきたいと思います。なんだろう、こうマットリップなんだけど、メイベリンとかのマットリップすごい人気だと思うんですけど、あとマックとか、あれよりこうベロンベロンに皮がむけるっていう感じはなくて、落ちやすさで言うとやっぱりメイベリンとかマックの方がご飯食べても落ちづらいなっていう感じはあるので、なんて言うんだろう、マットリップ使ってみたいんだけど唇がちょっと弱くてっていう方にはすごいいいのかなと思います。あと色味に関してもこうショッキングピンクなんだけど深みのある独特なピンクなので、ちょっとクールめに仕上がる気がします。私はちょっと保湿をしたいので上からアルージェのリップをもうちょっと、ハイライトをしていきたいと思います。あ、ハイライトの前にチークかな。チークはどうしようかな、正直今日あんまりいらない気がするので、チーク代わりにハイライトなんですけど、セザンヌパールグローハイライト04番シェルピンクを使っていきます。これをふわふわめのあのブラシにさささっと取りまして、ここから下回ってこのここですね、ここにつけていきます。前までは私ここだけにつけてたんですけど、そしたらね、意外とここだけ角度によってピンクに見えるみたいな感じになったので、パッと見ね色あんまり変わってないじゃんって思うんですけど、自然光で見た時に意外と角度によってここだけピンクっぽいなっていうのがあったので、ここを目の下全体に入れるようにしています。で、ノーズシェーディングと、あと顎とか口周りとか、おでことかは、ちょっとね、このパールグローハイライトだと毛穴が目立ちやすいので、こちらのマックミネラライズスキンフィニッシュライトスカペード。こんな感じのお色味なんですけど、やっぱりパールグローハイライトと比べると、粒子がこっちの方が細かいので肌にすごい溶け込むんだけど、ちゃんとあの立体感は出してくれるよっていう感じなので、目の下だけパールグローハイライト使って、他の部分、毛穴とかがちょっと目立ちやすい部分とかはライトスカペードをちょっと使うようにしてます。この鼻根の部分と鼻先と口角の部分をちょっと上げるようにしたいので、こことこんな唇
唇の山の部分に塗ります。私はちょっと顎はあまり目立たせたくないので顎は塗らないです。塗らないでここの口角の部分をむずっとしたいよりは引き上げた方がいいと思うんで引き上げるように塗ります。で、おでこはちょっと今日ねなんかわかんないけど日頃の不摂生があだとなったのかちょこちょこニキビができてるのでハイライト塗らないようにします。あと忘れてた、女神スポットの部分にも塗ります。でね、今日最近ちょっと二重幅が狭めなのでこういうのを買ってみたんですよ。オリシキの二重まぶた化粧品、アイリッドスキンフィルム。もともと私ルドゥーブルを使っててすごい良かったんですけど最後の方ガビガビに乾いてしまってめちゃめちゃダマになっちゃって最後まで使い切らずに捨てちゃったんですよね。で今日新しく買ってみてちょっと毎日メイクではないんですけどちょっとこれを試しに使ってみようかなと思いまして、これはあれかな、ヘラはこれどうすればいいんだ。あ、ルドゥーブルと同じブラシタイプですね。感じで乾かすのかな。乾かします。今のところルドゥーブルと同じように液体は白いです。ちょっとあ、いい感じに固まったのでいきます。いいじゃん。ほら。うん。ちゃんとラメとかも見えますね。ちょっとやっぱわかるけど、テープほどじゃないし。うん。いい感じ。まだなんですよ。髪の毛をねセットしてないんでね。じゃあ髪の毛をセットして戻ってきたいと思います。はい、こんな感じでメイクの完成です。こんな感じでございます。今日はね毎日メイクの紹介を結構さらっとしたんですけど、まあ、今後新商品の紹介だったりとか、あとは今愛用しているスキンケアっていうのは結構厳選して、もう私がその美容部員という立場でいろいろ新商品使った中でもすごい良かったものしかあんまりリピートしないので、やっぱりこういろいろね新商品どんどん出てるのでいろいろ使って試していかないといけない中で唯一リピートしたものとかがあるので、そちらとかも参考にしていただけるかなと思いますし、あとは YouTube ならではみたいな感じで、まあお洋服だったりとかの紹介もできたらいいかなと思いますので、これからぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは、ん？もしこの動画が気に入っていただけると、もしこの動画が気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。何が見たいかなっていうのもちょっとコメントとかで残していただけると、ね、ネタ切れっていうことがないかなと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。それでは
じゃあねー。